まあそんなわけでみんな頑張って喋ってくださわかりました。松尾さんの腰の痛い分、うちらが話すことですね。はい。大人計画チャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。ただいまより3月13日にワワウにて放送の松尾鈴木と30分の女優2放送直前生配信松尾鈴木ナイトセッション2を今年も開催させていただきます。ありがとうございます。私、昨年に放送開始したシーズン1に続きまして脚本を担当させていただきました大谷皿屋敷と申します。本日の司会を仰せつかっております。よろしくお願いします。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 本日参加していただきますのが脚本演出出演の松尾鈴木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、様々なコント出演いたしました、伊勢志摩さん、はい、お願いします。で、前話出演されています奥井修司さんにリモートでお集まりいただいております。お願いします。どうも、はい、奥井です。では皆様どうかこのメンバーでやっていきますのでよろしくお願いします。お願いします。お願いします。では、松尾さんから順に放送配信開始への意気込みを一言です。お願いします。ですね、私、はい、見て分かる通り、まっすぐ立ってません。まっすぐになれないんです。体が曲がってるってことですか？体が曲がってる。なぜ？なぜ？10日前にやったぎっくり腰がまだ治らないんです。ソファーから立ち上がっただけなのに。マジで。ソファーから立ち上がって10日間、満足に歩けないんですよ。ちょこちょこ歩きなんですか？ちょこちょこ歩き。ちょこちょこ歩き。お疲れ様です。一回回してない。ああ、大変だな。お芝居中なんでしょうね。そうなんですよ。この命ギガ流しっていうのを出すなりっていうところで今やって、その仕込みっていうか、ゲネプロの日にやらかして。うわ。うん、本番寝ながらゲネプロ見てたんですか？寝ながらというか、うめきながら。見られる方嫌ですよね。そうだからね、本番開けたらまだ一回見れてないのよ。ああ。もう鈴内の席だから座れないからね。なるほど。お疲れ様です。でも結構ね、舞台と客席の間、一列開けてるからね、うん、大人が寝そべるスペースはあるんだけどね。そこに寝そべる。そこで。すいません。気になってしまいない。さすがにちょっと目立つかもなって思ってやってないですね。まあでも姿勢を変えつつ頑張ります。はい、はい、お願いします。お願いします。では、伊勢さんお願いします。はい、じゃあ松尾さんが喋りづらい分いっぱい喋らせていただきたいと思います。松尾さんつらかったら横になっていただいて声が聞こえるみたいな感じで、はい、大丈夫です。動いてればなんとかなると思う。じっとできないっていうですね。じっとしてらんない。よろしくお願いします。うん、はい。ありがとうございます。では奥井さんお願いします。はい。このトークセッション初参加です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何？俺の声聞こえてない？まず。ちょっとピンピン言ってたね。ピンピン言ってる。喋った途端にピン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 ってしか聞こえない。なんで俺こピンピンしか聞こえない？
今聞こえてる？ずっとピン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 って言ってるだけに。わかんないから。やりようがないから、俺も本当に。あのとにかくあのまあまああの振られたことに一生懸命答えられるように頑張ります。すごいね。します。仕草をいっぱい交えてください。仕草を。仕草。意味がわかんない。いや仕草。仕草をいっぱい入れればだいぶわかると思うんだよ。パントマイム上手だから。そんなに俺言葉聞き取れないの？いや大丈夫大丈夫です大丈夫。たまにピンピン言いますけど、たまにピンピン言いますけど。なんで本当に。あとトーンを抑える。ピンピン言ってんでしょ。ピンピンにも音がないです。はい、よろしくよろしくお願いします。では僕も慣れない司会ですけど、お時間。1時間持たせようと思います。よろしくお願いします。痩せたよ、ね、前髪邪魔すぎない？いやこれ眼鏡割れてるんで隠してます。あ、なるほど。あ、それは隠れ、あ、あの、いや、これ画面だとほとんど分かんない。大谷さんはそういえばね、痩せられたんですよね。ずっと15キロ痩せました。すごいわ。前そんな太ってましたっけ？そうですね、90近かったんですけど、あとちょっとで60代になりそうです。すごい。あと車に引かれてたよね。車にちょうどこの撮影ぐらいの時に車に引かれて、俺が倒れたところに車が来たんで、今俺10-0で訴えられてるんですよ。自転車側が銃で訴えられてるんです。痛い。マジで。なんかそういえば傷だらけで現場にいたもんね。そうです、そうです、そうです。絆創膏しながら。でもなんか、まあね、大谷さんが最近かっこよくなった気がしてて、それは痩せたからだったんだ。いや、なんか髪を切ってかっこよくなったなと思ったら、髪を切って痩せて、10-0で訴えられた苦悩を受けて、いろいろあって今です。ちょっとね、高見沢さんみたいだもんね。高見沢さん GRP みたいなね。羽履いたギターを弾こうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速なんですけども、松尾鈴木と30分の女優がどんな番組なのか、ちょっと言葉で説明するのはちょっと至難の業なので、番宣スポットをまずはご覧いただこうかと思ってます、はい、でその後、まあ、いろいろお話しして質問コーナーに入っていくっていうのが本日の流れです。で、あのコメント欄に質問いただければ随時拾っていただきますので。コメント欄が YouTube に本当にコメント欄があるんです。なのでなんか聞きたいこととか疑問があれば随時コメントしてください。で、まあ、先出しの映像ですとか特別映像もあるかもなので、約1時間皆様どうかお付き合いください。お願いします。お願いします。それでは、番宣スポットいきます。ではご覧ください。どうぞ。松尾鈴木が生田絵梨花と繰り広げるワウワウオリジナルオムニバスコントドラマ。松尾鈴木と30分の女優。ほら、公園の水持ち帰っちゃダメでしょ。俺はもう老いぼれだ。スチームパンクおじさん、松尾鈴木が松本ほのかと繰り広げる、私と一緒に本部に来てください。ワウワウオリジナルオムニバスコントドラマ。引退試合お疲れ様でした。いやー、しっくりきた。シャカ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 。松尾鈴木と30分の女優、口でシャカシャカ言う必要ないと思いません？間違ってるけどよしとします。松尾鈴木が松行靖子と繰り広げるワウワウオリジナルオムニバスコントドラマ。嫌いじゃないぜ。七福神言えます？思い出してみましょうか。七福神、
どうやらお時間のようです。埋めない、ポスター写しとき、写しとき、どんな映画か聞いて。松尾鈴木と30分の女優。松尾鈴木が天海祐希と繰り広げるワウワウオリジナルオムニバスコントドラマ。その日から私の名はポルノノベルだ。なんだこれ、パッと見も第一だろう。一片の悔いなし。松尾鈴木と30分の女優。ここが島根だとしたらこっちが鳥取。はい、というわけでご覧いただきました。というわけで松尾さん、はい、番宣だけではインパクトがちょっと強すぎたので、ちょっとどんな番組なのかもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。そうね、番宣を見れればもっとなんか言うこともあったのかもしれないですけどまあ、あの全く情報がない人に言うことがあるとすれば、はい、私が女優と身近な手頃な俳優たちに声をかけて手頃な毎回30分のコントを撮ると、うん、4日間ぐらいでかけて30分のコントを撮る、あ、2回言いましたけどそういうやつですそういうやつの第2弾ということで、そうですね、はいはい、ありがとうございます。そうですね、第1弾に引き続いて第2弾もさらにパワーアップした盛りだくさんな内容になってるんですけど、うん、どうですかね、奥井さん、今回の台本を読んだ時の感想とかいかがでしたか。台本読んだ時、はい、あの台本読んだ時はシーズン1より金かかってるんじゃないかなって。あれ、これ金かかってるんじゃないかってぐらいの、あのなんかね、世界観が、あのシーズン1やって手ごなんかこう探りながらやってたところからもう一個深みにいったみたいな感じがしましたね、シーズン2の台本読んだと。そうか、なるほど。なんか弁当がしょぼくなるんじゃないかなっていう心配もあって。まあその辺はちょっと地蔵中毒の劇団員さんたちのギャラで調整していただいていかようにでもなるんで全話で、あ、全話ってことはないか、全員分の出てらっしゃる、4人分全員出てらっしゃいますよね、4人分というか今回出ましたね、出させてもらいましたね、4人分、うん、はい、うん、いや面白かったですね、もう、うん、なんかね、なんだろう、進化、本当進化したなって、進化って深いもん、進化したなっていう感じがすごく、うん、だから、ね、あのディレクター2人ともね、2回目っていうことで、あ、得意なこととかこれできないだろうなとか、うん、そういうのも分かってはきてるから、うんうん、そのやっぱ付き合いの長さっていうのもやっぱ糧にはなってると思いますね。うん、そうでしょうね、うん、互いに探り探りだとかありますもんね、一回ね、うん、そうですね、くず屋さんとかね、うん、何者なんだって最初ね、うん、ね、若いしね、うん、そうですね、うん、まあ、ディレクターの男と女2人いるんですけど、2人ともまあなかなかな個性の持ち主でなんかね、松尾さんの台本ってテンポが重要だったりして、そのテンポをどうするかみたいなことってやっぱり一緒にやってみないとちょっとよく分かんないところがあるのかもしれないので、2回目だと、うん、ここはテンポよくとかここはゆっくりとかあるかもしれないですね、うん、ね、まあそのこっちが分かるっていうこともあるし、向こうが分かってくれるっていうこともあるとは思いますけどね、うんうんうん、やっぱあの俺が高倉健になってやってるやつとか、初めての人にはどうしていいか分からない確かにいや、あれもそうですよ、あの生田さんの「輝け
音楽祭もそうだし、うん、なかなかちょっとね難しいと思いますよね、うん、あの本当編集もあるんですけどね、カット割りとか間が完璧なんですよねうん、だその高倉健のやつとか、うん、はい、生田さんは台本読んでも全く意味が分からなかったらしいけど、うん、なかなかシュールでしたよね、うん、なんか生田さんにすごい合ってる気がして面白かったですけどね、なんかその分かんないままやってたんだ、なるほどいやすごい面白いものが書けたと思って いくちゃんはすごく喜んでるだろうなと思ったら後からそういう話聞かされてショッキングでした何にも分からないでやってたんだと逆によくできるなと思う伊勢さんはどうですか、台本読まれて時。私は あんまりたくさん出てないし、松井さんのやつは全く出てないから本も読んでなかったんですけどなんかむしろ30分の女優っていうか30分の松尾鈴木っていうか松尾さんが強烈すぎた、本読んだ時はねあんまりピンとこなかったんです、うん、ピンとこないっていうかよくわかんない、どういう感じになるのかなって割と私松尾割とっていうかもう30年も一緒にお芝居に作りに関わってるからこういう感じだろうなみたいなのは分かる方っていうか、かなり分かってるつもりなんだけど、今回のはね読んでもあんまり分かんない、どうなんのかな、天海さんっていうかあのあれですね、スニーキー狩りとかどんな感じになるのかちょっとよく分かんなかったんですけど、見たらあなるほど、うん、松尾ワールドだなと思いました。でも本読んだだけではちょっと分かんないとこもいっぱいありましたけど、やっぱそれは1回じゃできなかったかもしれないな、1回目だと。ああ。みんなのスタッフ間のイメージ共有というか、うん、スニーキーとか本当やっぱ難しいと思うよね。あれ難しいっすよ。あれ、でもあれ1回目、ディレクターとか1回目だったら、あれ本当に。あ、無理かな。無理かな。何を面白と捉えるのか分かんないと思う。なんか私、スニーキーが、今なんか息子がね進撃の巨人をまとめてなんかネットフリックスかなんかで見てるんですけど、すごい長いわけ、当たり前ですけどねシーズン1シーズン2でそれぞれ何十話もあって、うん、それはそれで息子はすごい面白がって見てるんだけど、うん、スニーキーを見た時にこんなコンパクトにできるんだと思って、これでいけばいいじゃないみたいなそれぐらい、まあ、なんだろう、面白かったっていうか、うん、そうだね、こんな端的にできるのねみたいな、そういう感動はありましたまあ、ちょっとスニーキーは聞いてるだけだと何だか分からないと思うんですけどまあそういう何か何つうのスニーキーっていう巨大生物がいて、それが元に戦争が起きてみたいなことをコントにしてるんですよね。そうですね、それがすごい端的なんですよね、面白いところだけを抽出してる感じがして、うん、なんかお得な気分になりましたね、はい、そうですね。松尾さんもなんかどうですか、第1弾踏まえてネタ作りとかでも変わったとかなんかありますかね。そうですね、外であんまり撮らないことがいいんだなっていうのは分かってきたねそれはどうか、いや結局詰まるところ屋根のあるところで撮った方がいいっていうめちゃめちゃ寒い日とかありましたもんね、うん、何しろ4日間で撮らなきゃいけないんで、うん、まあ、30分の番組に4日かけるってまあ贅沢なことなのかもしれないですけどね、うん、とにかく雨天に決行できないっていうのがね。大谷さんは全部行ってるんですか、その外のロケとかも全部。僕 ほぼ自分の本番と被ってないやつ以外はほぼ行ってます。いたよねいましたね、もうできる限り行きたいんで。あで本当あれですよね、コントでこんだけカメラ、まあ、1台2台じゃないですか、こんだけカット割って撮るコントって本当
なかなかないんだろうな、うん、一気に撮りますからね、うん、本当にね。そうだね、うん、何台もカメラで一発撮りがみたいな感じで撮っちゃうのが本当多いんだけど、うん、もう完全に映画と同じ撮り方してますね。スタッフもね、誰も笑ってくんないし。普通にドラマとかやる。俺本当シーズン1の時俺嫌われてんだなと思ってます。ニコリともしてくれないし。まあしょうがないってね、うん。正解が見えないまま笑いを作り続けるって辛いところがありますけど。うん、まあ映像作品だからね。笑って NG 出されても困るしね。そうですね。奥井さんから松尾さんに自分の名前が冠になる番組でネタを考えて書き出演しながら演出というのは相当なプレッシャーもありタフな作業だと思うんですが、下手なことができない環境でコントをする心のせめぎ合いの帳尻をどうつけているんですか？ないよそんなの。え、そうですか？うん、ない。え、何がない？何がない？そのせめぎ合いってものがないですね。ああ、そうなんですか。うん、こういう年齢でコント番組を、ね、任されるっていうことって幸せなことなのかもなって思いながら、うん、あの幸せをかみしめながら、うん、あの屋根のある説を探してます。あ、そうなんですね。なんかこういう、まあ、モンティパイソンとかもともと好きなんですけど、うん、ああいうなんかこう短いコントをつないでいって映像作品として見せるみたいなこと、しかもまあ作家もいて作家も参加 しつつみたいな、アニメも入ってみたいなことってずっとやりたくて、うんうん、まあもうちょっと若ければもうちょっと良かったんだけど、随分な回り道をして今ここにたどり着いてるみたいな感じですよね。あれはこういうのってである意味初めてでした松尾さん。あの単発でスタジオでコントみたいなのは、まあ、ちょこっとやったりはしたけど、シリーズ化はないですし、うん、あの映像作品としてコント作るっていうことはあんまやってはない。まあ、あの短編映画とかね、あるけど。そういえばそうかな、なるほど。あ、でもね、松尾さんのなんていうのかな、若くなくても松尾さんだなってなんて言えばいいの、変わってない感じはしますけどね、うん、勢いなんていうの、若い頃のそのギャグの勢いとかって若い時と年を重ねてからって違うらしいじゃないですか、笑いを作る人って、うん、でも松尾さんのワールドは変わってないと思うんで、うん、別にそんな若くなくてもっていうか、むしろなんか映画っぽくていいんじゃないかな、わかんない。なんかこう勢いでコントよりも映画映像みたいな、なんか笑っていいのか笑ってよくないのかわかんない感じとか、いや笑うんですけどね、すごい笑いましたけど。まあでも確かにあのみんな年食ってるじゃない。出演者が。ほとんど、ええ、そういう意味では今の潮流のこのコント番組とかとの差別化はすごくできてると思う、ね、なんかもう松尾さんの今回七変化があるじゃないですか。七変化、あ、松尾さんの、はい、だからね、それ見てると多分若い頃にはだと出せない領域に入ってんだなっていう感じすごいしましたね。俺そうだね、若い頃モノマネとかやってなかったもんね。やってなかったかな、やってたじゃないですか。モノマネやってた俺。モノマネっていうかどうだろう、うん、でもモノマネかやってたんじゃないですか。
そう、高倉健のモノマネはやってないと思う。高倉健は初めて見たけど、高倉健とショーン・ケイは初めて見た。モノマネなんだけど、モノマネでとどまってないんですよね、高倉健とか。あ、もう、あの、なんだろうな、俺モノマネであんな笑わないですからね。あ、でも、あの、松尾さんって、なんか俳優と芸人、あ、芸人ってモノマネ芸人のなんかこうモーフィングで言ったら、俳優からぐらーっとモノマネ芸人までの3分の2ぐらいのところに、モノマネ芸人の3分の2ぐらいのあと3分の1でモノマネ芸人かみたいなところにいるくらいで、すごいなんかモーフィング感があるんですよ、俳優と芸人のなんかこうぐわーってグラデーションみたいな、それがすごい見たことないな、こういう人って思いました、この度。もう俺もワイドなショーに松本さんの代役で呼ばれる準備してるからね。あと松尾さん前あれ言ってましたよね、あの山田康夫さんが死んだ時、亡くなった時に、あ、ルパンの真似やってましたよ、若い頃。あ、ルパンはやってた、やってましたよね。で、俺だ俺だって言ってたらクリパン。そうそうそう、あの、ありましたよね、ピエール滝さんが逮捕された時も、俺はあなた雪の女王のあの スノーマン、あれ立候補しようとしてたの。ほらオラフ、オラフ、オラフ、オラフ準備してたよ。僕はやってないよ。本当なんか松尾さんって芸人寄りって感じ。面白いですね、なんか味付けぶりがなんていうか面白い。いや、もう女優の話しましょう、女優の話。そうですね。はい、そうですね。じゃあこれから、まあ各は振り返りながらっていう感じにはなると思うんですけれども、はい、まあその前に情報として、松尾鈴木と30分の女優2は3月13日日曜午後11時ワワウでオンエアされます。さらに第1話放送後には、ワウワウオンデマンドアプリで全話一挙配信されますので、ゆっくり何度でもご堪能いただけます。まだワウワウ入ってない方はこの機会にぜひご加入をお願いします。あと大人計画チャンネルの登録をお願いします。はい、というわけでここから各話ごと振り返りながらっていう感じになるんですけれども、ではまずは生田絵梨花の欄から長尺コントの一部分を抜粋してお見せします。はい、では、こちら、この映像は、ワウワウ音楽祭です。ではご覧ください、どうぞ。第45回ワウワウ輝け音楽祭、いやー、うろうろしましたね。とてもじっとしていられない歌でした。というわけで司会は私松尾鈴木と生田絵梨花です。というわけで、生田絵梨花の欄から、ワウワウ音楽祭でした。はい。ありがとうございます。ですね、今回生田さんのはワウワウ音楽祭、浜辺のマゾヒスト、絵梨花は俺の妹、親の前では普通の子応援だ、猫は気にならない、表彰式といったラインナップでお届けする回になります。そんなこと言われてもって感じ。全然わかんない。猫は気にならないと言われても。言われたとて。気にならない話です。やっぱりそうですね。なんかね、生田さん、お綺麗で、なんかいつも撮影の時も、なんか、なんだろう、あんまり動揺しないし、そんなにゲラゲラ笑ったりもしないし、なんていうのかな、クール。だなって思うんですけど、そのクールな感じが、なんだっけ、音楽祭、音楽祭の時のクールな感じとかが、でなんかちょっと狂ったみたいなセリフ言うじゃないですか。
もしかして本当に狂ってんのかなっていうね、なんかリアリティ、その硬質な感じっていうか無表情な感じがちょっと怖い時があって、あ、手書きってすごいなって思ったんですよ。なんか他の女優さんがやったらなんかちょっとその狂ってるのを作ってるのかな、あ、ちょっとあの 演技の中の狂いをやるのかなと思うんですけど、菊田さんはちょっとよく読めなくて何を思ってるのか、ちょっとたまに怖くて面白いなと思った。ちょっとやっぱり瞳の奥に狂気を感じますよね。ですよね。なんかあの歌もすごくうまくって、そのうまさがちょっとなんていうのかな、なんかあのなんていうの、人間味、なんかうまっみたいなさ、コンピューターかみたいな、コンピューターとは違うんだけど、なんかちょっと不思議な、なんかでもあれですよね。俺はおっさんとかだとちょっとよどむじゃないですか。うんうん、なんかしらセリフを言ってもよどむじゃない。そうなんかそれがよどみが全くない。ないですよね。ね、うん、でもすげえなと思いながら見てたんですけどね。もう多分なんかさっき松尾さんが言ったその全然意味が分からなかったって言ってたのが功を奏しているのかなと思って。分かんないなと思って何も考えずにやってたんでしょうね。私はマシーンだ、私はマシーンだって言い聞かせながら、ね。マイケル・ジャクソンです。でも本当になんかね怖い時があって、ですんごいお綺麗だから食ってみたりするとマシーンっていうかサイボーグ感があってかっこよかった。サイボーグ、いやいやいや、血の通った女ですよ。知ってる知ってる、ちゃんとお芝居も一緒に出てるから知ってますけど、そういう風に映像で見える感じが面白いなと思って。あ、でもなんか小さい時にドブとかに落ちたことないんだろうなって、ね、あ、わかるわかります。あ、家の中にアリの行列とか見たことないんだけど。なんか3秒ルールだとか言って落ちたものとか、とかないんだろうね。ないだろうね。あの最後の、ワウワウ音楽祭の最後にちょっと不思議な歌を歌うじゃないですか、北さんが。あの言葉が日本語じゃない歌、あれは何ですか、うん、オリジナルですか。あれはフィンランド、うん、フィンランド民、うん、ああいう言葉が本当に松尾さんが書いた歌詞じゃない。俺書かないよ。すごいかっこいいですねあれ。うん、すんごい面白かったな、あの歌、あの生田さんの歌い方も。なんか特技が欲しくて覚えたって言ってた。覚えた今回。いや、もともと。もともと歌える歌を歌った。そう。なるほど。あれすごくかっこよかった。だからかよどみなく何のブレもなく歌ってましたもんね。あれをいきなり台本に書いて渡して、はい、歌って。松尾さんってほら台本にさ音でを書くじゃないですか。音言葉じゃない、うん、それを書いたのかなと思って、すごいなと思いましたけど。いや、それ書いたとしてもそれできたら本当にすごいよ。だから覚えたのかしら。すごい、さすがマシーンとか思って。でも覚えるって言ったら覚えそうだもんな。うん、そう、かっこよかった。でもあのいくちゃんは表彰式で笑いが止まらなくなってたよ。あ、本当ですか。え、マシーンなのに。マシーンじゃないって、だから。血が通ってますよ。菊田さんの涙も見たことあるし大丈夫、知ってますけどね。あの大谷君があの井戸からタオルを引き上げるカットがあるじゃないですか。何を言ってるかわからないでしょうか。分かんないですよね。井戸から大谷君が、まあ、二度言うけど大谷君が井戸からタオルを引き上げるシーンです。めっちゃ笑ってた。ああ、なるほどね。嬉しい。今回、前回って大谷さんあんまり出てなかったでしょ。前回より今回の方が出てますね。そうです。結構汚いおじさんが出てくるときは俺には当てがわれます。名指しで。だってなんか役名が汚いおじさん。これ小汚い男っていう役をやったんですけど、そのなんか入り時間の表みたいのがあったんですよ。はいはい、その松尾さんだったら松何時入りみたいな、はいはい、俺
汚いって漢字一文字で。十字って書かれて。お仏の本ね。おとして十字に入りました。やめても。腰が痛いんだから。おってすごいね。みんな松とかなのに。おって一文字。なんか差別的だよな。そうなんかやられてんなと思いました。あ、そうですね。猫は気にならないがめちゃめちゃ気になるっていうコメントも入ってます。あ、これって ネタ内容の話どこまでしていいもの。あ、確かにそうだね、うん、難しいですね、うん、まあでもまあ俺が猫になっちゃうっていうそれが気にならないっていう話だよねあの時の撮影の時も全然気にしませんでしたね、生田さんね、マシーンになってた、うん、うん、私らの方がね、あの時の俺撮影中に俺あんなに笑ったこと初めて俺涙出てたもんね。もうね、あれはちょっとね、あの時初めて松尾さんって世界一なんだな。なるほど、うん、ね、もう本当詳しくは言えないけどね、あんな表情できる俳優いないでしょ、ね、俺がやったわけじゃない。ずっと猫でしたもんねずっと猫だ、ずっと猫シーンが切な悲しい目もう、ね、ブラックレインで松田優作に殺されるアンディガルシア以来だからうん、痛い痛い。ポンちゃんがさ、ちょっと出てるけど猫は気にならないね、うん、で、うん、ちょっとね、魔法使いの役なんですよね、うん、そのポンちゃんがまたなんかすごいんですよね、メイクさんのクオリティがね、クオリティがもうびっくりしちゃった、うん、普通の特殊メイクのメイクさんじゃないのにね、大和田さんって言ってずっと音計画の方なんですけど、すごい魔女メイクなんですよ、こんちゃんが。もうびっくりしちゃって、なんか次のステージに入ったみたいですよ。だからもう他のネタでも松尾さん見て、多分視聴者の人はびっくりしますよ。あ、うんうん、ちょっとそれはね、うん、それは完全にその人に見えたっていうね。そうそう、それはちょっと見てほしい。すげえな。ありがとうございます。では。続きまして、つもとほのかのランから、こちらのコントをちょっとだけご覧いただきます。ご覧いただくのが、ワウワウ歌舞伎春の大犬自慢踊り、夜は情け犬の絵ニセマクリスティです。ご覧ください。何を言ってんだ。夜は情け犬の絵ニセマクリスティです。何を言ってんだ俺間違ったこと言ってないです。間違ってないですね。ないですよね。では、夜は情け犬の絵。皆さん、こんばんは。本日のワウワウ歌舞伎、解説の一握り酢飯です。歌舞伎初心者、猿の兵キャノラタイコです。今回は春の大犬ですね。大犬自慢踊りということで、そうですね。ありがとうございます。ご覧いただきましたのが、ワワウ歌舞伎、でもヨハナ酒、犬の絵、ゼマクリスティ。もうございました。もう口が気持ちいい。口が気持ちいいです。言いたくなるタイトル。言いたくなっちゃうタイトルなんですけど、これもすごいですね。歌舞伎のメイクをしていただいて。これ、うん、台本で読んだ時全然意味わからなくて。そうですよね。本当に面白かった。もう、これどこで撮影したんですか？いや、その辺のじゃない。いわゆる劇場で、まあ割と古典をやってて、普通にね、
まあ、歌舞伎のデフォルトの書き割りとかがねいっぱいあるような、あ、準備されてるっていうこと。そうそう、だから、うん、あの日舞の発表とかそういうのもやってるし。なるほど。ああ、っていうか本当に松本穂香さんって、いや、あの 和物の踊りやってる方？いや、なってない。初めてだと思います。すごいなぁ、面白かった。なんか、お顔もちょうどいいし、本当に可愛いっていうか、面白いっていうか、あ、本当面白かった。笑いました。松本穂香ちゃんって、なんか、現場で、あの、撮影する前はすごいおとなしいじゃない。うんうんうん、うん、でもパンって切り替わって本番だったら切り替わるのがね、うん、すげえなーと思って、うん、なんかコントに対するポテンシャルめっちゃ高い人だな。そうなんですよ。そう、うん、で私は人がわしからやってる時何を考えてるんだろうっていうのでちょっと一緒に出させてたんですけど、うん、あの松尾なんかね変な顔するっていう設定でなんかどんどん変な顔になってて寄り目になっていくんだけど、うんものすごいやってたんですよ。そしたら松尾が、うん、ちょっとごめん、やりすぎ。なんか、あの、私ぐらいの年齢になると、それって笑えるんだけど、言われてね、うん、あの、ですよね、なんつってるんだけど、なんかさ、初めて松尾さんとお芝居して、体当たりでやって、ちょっとやりすぎって言われたら、かわいそうじゃんって思って。いやいや、いやいや。いや、それは褒めなんだけど、そこまで体当たりっていうか、確かにね、白目、え、寄り目、寄り目で本当に怖かったんですよ。あのちょっと怖めまでやってて、うん、こういうことできる人なんだと思って感動したんですよね、うん、だからあの顔を覗くとメンタルは大人計画の女優とそんな変わんないよね。ですよね。そうそう。私はちょっとやりすぎって言われても喜ばしいけど松本さん大丈夫かななんて思って、うん、でも普段がねおとなしいからあんまりベラベラ話しかけるのもあれだから、なんかあのやってる時感じたのはなんかあ多分笑い好きなんだろうなっていうのはすごく感じたんですよね。うん、うん、なんか取り組み方というか、うん、だってあの、うん、ヨハナサキ犬の絵見せまクリスティでも面白入ってましたもんね。あの真面目にやってんだけど、うん、ちょっと深くなってるっていうことが、うん、こう伝わってくる感じがね、あの笑いを引き出し、あのお客の笑いを引き出すと思いますね。そうそう、真面目にやることが大事だってことを分かってらっしゃるよね。照れもせずにね、うん、だったな。でもちょっとあの優香ちゃん的な部分もあるというか、優香、うん、どういうとこ？いや、それはあの歌舞伎をまあやるんだけど、歌舞伎の中にちょっとやっぱり面白をね、積極的に放り込んでくる感じ。あ、ご本人から。あ、顔の作り方の間とか。やっぱり顔、そう、顔でちゃんとやってくれる人なんですよね。面白い人だったな。またね、どこかで舞台やらないのかしら。やればいいのに、ね、面白そうですよね。だってで、あれですもんね、皆川君とね、そうだよ、あんな大変なことを皆川君とありあってやってますからね。皆川君とやるなんて、俺の年でも大変なのに。私もやったことないから、ね、大変ですよ、うん、それをちゃんとね、本当に50-50 ぐらいの力の割合でお互いにやれてるのはすげえなと思って、うん、確かに一発ギャグってやっぱシンプルだけど難しいんだよね。うん、難しいですね、うん、恥ずかしかったもん俺。はい、自分やってて己が。で、皆川君だってさ、一発ギャグの皆川になるまでにどれだけかかったことがあるんだよね。稽古場でみんなに白い目で見られて、やっとなんか一発ギャグの皆川になったのに。意外と、稽古場で受けて舞台で滑るみたいなことも多かったよ。そうですよね。それがなんかね、松本穂香さんはもうすぐにシンクロしてましたよね。出た。うん。すごい。一発ギャグができる人ってなかなかいないよね。うん、若さでね、女でね、珍しいですよね。
やるんだけど、さ寒くなるみたいなさ、うん、なんかね、ああいうのって本当に笑わせにかかったら寒いですからね。ね、あのクレヨンしんちゃんのモノマネすぐやる女優みたいなね。まあ、それは別にいいじゃない。モノマネできるようになったんですっつって。だいたいクレヨンしんちゃんなんだよな。クレヨンしんちゃんか、あのカラス。でもその人が可愛ければ大丈夫きっとね。あ、そう。そうそう。あとそういえばモノマネで思ったんだけど、やっぱりそうっすねっていうネタがあったじゃないですか。ちょっと、ね、松尾さんが面白くて、あれはもう小野川さん最高だったな。ね、ひどいよねあれ。最高でしたね。もうちょっと、まああれもモノマネでしたね。モノマネ、うん、だからあれモノマネ、モノマネ入ってるんですか？モノマネじゃないよ。あれはモノマネって、あのモチーフ、ボクサーという概念へのモノマネ。ああ概念、ボクサー概念、概念、うん、だとしたら間違ってる気がするけど面白かった。あれあの本当、あれ何なんですか、あの置くじゃないですか。置くじゃないですか、マウスピース、ボクサーのね、あのマウスピースね、うん、あれ置いてる、あれは何なんですか、皿みたいな、あれはマウス、本当になるんですか、あるわけないじゃん。あれが気になる、これ何だろう、何に置いてんだ、これカチャって音がするバンあれなんだろうなと思って、なんかに置いてんだけど、いやだからマウスピースを大事に置く台です。なんかね、松本さん今回小道具的なこともこの松本ほのかの欄ではね、すごく面白いのが、あ、うん、見てて笑いました、ね、あれ他に何があったっけ。あと、あれ、蜂蜜にエビ満月。今やってましたね。あの家も良かった。全然触れてないけど、よく見たらエビ満月ってとかね。あれ、巻きまして、確認したら、エビ満月だなと思って。あのお家の感じとかもね、リアルでありましたね。一人暮らしの女子みたいな。なんか、松本さんはあの可愛いんだけどエロスがあるよね。あ、分かる。あれじゃないですか、私思ったのは、うん、目がすごく、見開くと目がくるんって丸くて大きいんだけど、まつげがすごく濃いから、ちょっと伏し目がちにすると、うん、すごく陰りがある感じになるんですよ、うん、そのギャップがセクシーなんじゃないかな。そうだから、蜂蜜にエビ満月をつけて食べる仕草が絶対エロいんじゃないかなと思って。エロいな。なんかね、ちょっとセクシーです、ね、多分あれ普通に見たら絶対気づかないですよね。あ、そっか、蜂蜜にエビ満月つけてんだろうなっていうのは。エビ満月をつけるっていう概念がないからって。でも私も今言われてエビ満月だって分かった。蜂蜜はもう当然分かるけど、エビ満月だって、うん、でね、よく聞くとね、ちょっといやらしい音が足されてる。ピチャピチャっていう。前回もなんか蜂蜜使ってましたね、あのネタで。でもなんか蜂蜜好きなんだな、松蜂蜜好きなんだよな。ありがとうございます。では、続きまして第3話、はい、松雪泰子の乱振り、こちらのコントの冒頭をどうぞご覧いただくのは寒くはないとよです。ご覧ください、どうぞ。バイバイ。いや俺バイバイ、俺無理だ、俺言えない、いや俺言えない、おいおいまあ、おー感謝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 、無理だ、いや俺無理だ、お前が言えよ、いや俺は無理だ、ほんとだ、おー感謝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 、いやおー、いや無理だ、お前が言えよ。とにかくさ、海の近くに住んでると流れ着くのよ。しょ。ありがとうございます。ご覧いただきましたのが、
第3話、松行靖子の乱より寒くはないとよでした。これが先ほどからよく話題に出てる高倉健のモノマネをされた松尾さんのやつ、ね。初めて見た。もうほんと笑っちゃった。結構似てますよね。もう本当に傑作ですよね。これ本当にね、ちゃんと前編を、うん、高倉健のやつ、なんか特に、講師でちゃんと見てほしい。うん、そうです。で高倉健を知らない若い子たちは高倉健の映画を見てから見てほしい。っていうかもう、いや、いや俺を見てから高倉健見た方が高倉健に入りやすいと思う。別に高倉健入りづらい俳優さんじゃない。入りやすいよね。逆に入りにくいわ。っていうか松尾さんこんなに似ると思いました？いや、びっくりした俺も。あ、やっぱりそうですよね、うん、ちょっと予想がつかなかったな、うん、最近だから大和田さんが耳を立てるっていう技術を開発して、あ、はいはい、リュウチチュウとかね、うん、ケンさんもね、やっぱ耳が大きいから、うん、そこはね、譲れないなと思って、うん、でも本当に大和田さんもどんどん技術が上がっててもうなくてはならないメイクさんですよね、うん、こういう時はね、もうあと分かってくれますからね、やりたいことがね、うんうん、素晴らしい。あと、うん、松井さんのあれもやっぱり高倉健の松尾さんのね、なんか語尾がちょっと泳ぐ感じがいいんですよね。なんか語尾がどっか行っちゃうんですね、高倉健さんってね。それをちゃんと松尾さんが再現してるのがおかしくてね。声の質もなんか似てる、うん、あれ、うん、なんかちょっと高めの声、いや、似て聞こえてきちゃうんでしょうね。そうかな、本当に、うん、あのトーンと、うん、あのビジュアルにならないとできない、ね、できない。あと遅れて現場入ったら高倉健でめちゃくちゃ面白い。こんなアホな。あの状態で現場で挨拶。まあでも、やっぱ松井さんの、クオリティの高さっていうか、そういうのがこう 全体をこう引き上げてくれるというかね。あとセットの感じとか照明の感じとかすごくいいですよね、うん、映画っぽいっていうか、ぽい、うん、あ、松井さんって九州の方なんでしたっけ？佐賀県だね。あ、なるほどなるほど、そっか、うん、なんかその九州弁、中途半端な九州弁松尾さんが書いてあるじゃないですか。あれも面白いんだよな。あれはもうデタラメの極みというか、デタラメ感としてなんていうんだろう、再現してる松行さんがやっぱこんなお綺麗なのに何を言ってたのか、面白さがあってもう本当笑っちゃう。あとちょっとね、ネタいいのかな、なんかちょっと四つん這いみたいなシーンがあるんですけどね、松行さんで、うん、手をね、なんか洗わないでなんか後で拭うじゃない。大好きなんですけど。面白い、お綺麗なのになんでこんな面白いんだろう。分かってらっしゃるって感じだよね、うん、で、あと あれこそ本当にね、芸人にはできない本当の仕様ですよね、かな、芸人さんにはできない、うん、本当にあんな綺麗な人いないからね。そうですいないですよね。後ろでお酒を飲んでるトッポさんっていう、うん、歌手の方っていうか、歌を教えたり、うん、歌を歌ったりしてる普段は方が、うん、珍しく役者さんをやってるじゃないですか。すごく良くなかったですか？うん、初めてだったね。うん、なんか本当すごい良かった、飲んでる感じも良かったし、青の感じとかもすごい良かったし、いきなり歌い出したらうまいっていう、何この人みたいな面白さ。資格がいっぱいいる感じで。そう、あちこち、あ、そう、資格といえばね。村杉さんの到達感ね。血の村杉の凄さは、なんか。あれもあれ、ね、すごいところに到達したなっていう。なんか、ここに使えないねっていう、ね、プロデューサーの方。びっくりした、村杉さん。村杉さん。知ってました？奥井さん知ってました？あれぐらいうまいこと。
真似がうまい。あれぐらいうまいこと？うまい、うまいよ。あの、うまいのは知ってましたよ。ああ、到達点がね、もう、そうそうそう、極限まで行った、ね、そう、映像を見たときに、ちょっと俺、本物にしか見えなくて。ちょっと本物を超えたっていうか、書き換えられちゃった感じしますよね。うん、コメントにも本物に見えたっていうコメントがあります。あなんかあのそう、さっきプロデューサーの方と話してた時も、あれ使いようがない、あの到達点どうしたらいいのこういうことでしか使えないわよねみたいな。いやもう使えないですよね。漢方医薬の CM やってほしいですいや本当すごかったな。あれはね、年齢を重ねてちょうどよくなったんですかね。それはあるかもね。うん、面白いわ。なんか北の国からの続編があったらぜひ村瀬さんで。ないし。まあね、テープ使っていいなら。あ、まつった。居酒屋長寿があるならば。うん、本当でも あのクオリティというか。ああいう照明とかで1時間ぐらいやってみたいよね。いや本当でも全然飽きない。あの感じすごく良かったですよ。あのお店の感じで。いや面白かった。犬でなりきっていやあのそういえば俺松尾さんに収録の時にあの俺のよりを撮るシーンでここは涙を流してって言われて実際に泣いたと思うんですけど使われてないんですよやれんじゃねえかよと思ってそうだっけそう松幸さんの回は、今の寒くはないトヨと逃亡中の猿自ら出頭と何を言ってるんだこれ、フィラデルフィアの3000坪の小屋ですいやこの松雪泰子さんのランもえぐいっすね、振り幅が。ね。松雪劇場が。ほんとすごいっすね。あのフィラデルフィアの3000坪の小屋の映画のポスターが、なんであれなんですか、なんだっけ、寄生獣なんですか。あれ、すっごい不思議だったんだけど、どういう流れで。いや、単なる思いつき。なんでなんだろうと思って、本当そういうね、ネタの資格も、あれ、資格っていうか、殺されそうになっちゃった。どんな映画なのか、こう想像力を膨らませてほしいっていうね。ああ、そうですね。いや、面白い。うん、あのね、でも、あのテンションの松雪さんって、なかなか他では見れないですね。ああ、そうですね。うん、ちょっと多分、びっくりする人いるんじゃないかな。普段ね、うん、声ちっちゃいからね。うん、どっちかとおしとやかに喋られる方なんです。いや、声が小さすぎると思うね、俺は。うん、ちょっと限度を超えてる。あの、猿の逃亡のやつ、あれ、あの、めちゃくちゃ回ったことがあるじゃないですか。うん、俺 あそこ絶妙だなと思ってちょっと本当テータだけ笑ったんですけど。あれ松幸さんがやったんだよね。あ、そうなんだ。まあもちろん すごい、ちょなんかね、ちょっと見てる方が不安になるぐらいにもちろん待ってるのは書いてあるんだけど、うん、あの本番になって、あの本番回る前、これあのたくさん間を取った方がいいですよねって言われて、ちっちゃい声で、え、二回ぐらい、っつって、松雪さんのセンス、すごいっす、ね。あれはね、多分ね、あの間を放送するのもすごいなと思って。いや、俺テレビで見たことないまだ。あもちょっと私はめちゃくちゃ笑った。あれはでも放送事故レベル、うん、
多分大人計画の女優はできないですね。あのまあ、ああ怖すぎて焦っちゃうから、うん、焦っちゃう、うん、あれはできないと思う我々。ああ、やっぱ綺麗、自分のことは綺麗だと思ってるからできるんだよね。間が持つと思う。そんな言い方ない、ね、トゲがトゲがあるんだな。ありがとうございます。いや、すみません。では最後に、はい、天海祐希の乱より、うん、こちらのコントご覧いただきます。ご覧いただくのは、スニーキー狩り第2章順番が来たらブルブルっていうやつです。どうぞ。何を言ってるんだ。しかし廃工場防衛軍もまた地獄の戦場の真っ只中だった。てか スニーキーのやつ暴れたいだけ暴れて立ったまま寝たはるで。当分大丈夫や。まったく。はい、というわけでご覧いただきましたのが、スニーキー狩り第2章順番が来たらブルブルっていうやつでした。何そのタイトル。天海さん、私あの宝塚時代の天海さんからものすごくファンなんですけども、うん、なんかこの天海さんの回を見て、私らその宝塚ファンからの天海さん好きに撮って見たいもの全部見せてくれたと思って感動したんですよ、はいはい、なんかもう男役ももう普通にやらないわけだし、まあ男役はやってないですけど、うん、ちょっとこうかっこいい、あ、まあ、かっこいいにもねいろんな種類のかっこよさがあって、スニーキー狩りとかは非常に男らしいみたいなかっこよさで、うん、軍服とか着たりしてかっこいいし、あの刑事のかっこよさも当然あるし、うん、東海神ではなんか面白いことをやってくるて。あの中身賞もなんかねかっこいいサクサクしたおばさんみたいな、あと歌って踊ってくれたし、ね、うん、アームレスリングの 和風の髪型もいいんですよ。見たいもの全部やってくれたと思って感動しました。ありがとうございます松尾さん。貧乏症なんだね。全部使えるものは全部だ、ね、まあ、全部使える。そうだ、あの天海さんに歌物入れてないと思って急遽。あ、急遽なんだ、うん、あの本当に歌わせないんじゃない、あのなんだっけ、生田さんとかで散々歌ってるから、この度は歌がもしかしてないのかなってなんとなく思ってたら、うん、あの歌があったから、やった天海さんはやっぱ歌ってもらわないと、うん、私的にはと思って嬉しかった。やっぱ天海さんはね他のところではそうそう歌わないから。そうなんですか。あ、うん、そうなんだ。じゃあ、いや、あのなんか決めてらっしゃるかどうか知らないんですけど、それ見たことないし。うん、そうですよね。なるほど。いや、よかった、嬉しかったです。だから コントっていう枠があれば、うん、きっと何でもやってくれるっていう賞賛が俺の中にはあって。いや、天海ファンはもう宝塚の頃からの天海ファンは本当に必見じゃないですか。嬉しいですよ。あのちょっとですけどね、その歌のシーンは。でもまあコントの中でかっこいい歌を歌ってくださってますよね。いいな。軍人の役はねよく宝塚ではやってたっていうからね。あ、うんうん、いや本当にね宝塚の時はね、あのか可愛くてかっこいいっていう大人気でしたからね、うん、あの3番手2番手の時から本当に人気あって、あのトップになってからもすぐ辞めて、ほんと宝塚時代は太く短い宝塚って感じだったので、うん、なんて言うんだろう、お客にもの目にも焼き付いてんじゃないですか。かっこいい、かっこいい、ね、まあ、不正室の人気だったっていうのね。あ、まあなんかね、いろいろ、うん、いろいろそう あるみたいですけどね。いろいろあるって何それ。そんなネガティブな意味で言ってないけど、ね、そうですか、うん、あのいやでも本当に短い時間の輝きがすごかった。いや今ももちろん輝いてるんですけど、うん、そういう意味ではありがたかった。あんまり世の中に軍人をやった女優さんっていないもんね。
あと、あ、まあ、かっこよかったですよね。うん、何言わせてんだって思いましたけどね。濡れ濡れてる。俺も本当台本読んだ時、これ本当に言ってくれるのか、本気で言わせる気なのかなと思ったの。セリフ。俺もちょっと一か八かみたいな。いや、ただ僕ね、天海さん自身がね、なんか本当面白がって、自分を面白がってるのがすごく伝わってくるから、うん、嬉しかったですね。なんかメイクしててもキラキラ笑ってらっしゃる。あの爽快心の顔ね、あれ何ですかね。あれはね。あれは。でも天海さんで まず爽快心が浮かびましたね。あ、まだやったことないでしょっていう、うん、ただ歩きたい。天海さんとゾロゾロ歩きたいって。いろいろあの爽快心もね、落ちのパターンを考えたんですけどね。一番なんかひどい結果になった。なんかね、あの最終的にトラックに入るじゃないですか。トラックに入って、うん、トラックの中に外国人がたくさんいるっていう設定で、うん、まあ、あんまり画面にはそんなたくさん映ってないんですけど、うん、そういう人たちがなんかあのコンビニで買ってきた朝食みたいなおにぎりとかパンとかを食べてるっていう、そこにゾロゾロ入っていくっていう設定だったんですけど、うんうん、それをなんかテストの時とか、あのその外国人の俳優の方々がもりもり食べてて、天海さんがもう今テストなんだから食べるんじゃないよとか怒ってるのが面白かった。減っちゃうでしょみたいな、うんうん、なんか可愛いなと思った。でもその外国人の人も、うん、僕なくなっちゃう、僕なくなっちゃうって言いながら食べるなって言ったんだこれから見る方はそういうのも想像しながらね、なくなりそうなんだなと思いながら見てもらいたいです、うん、あとちょっと悲しかったのが、あのトラックの中に全員が入ってさ、あの幕を下ろされるじゃん、バーッ、はいはい、で真っ暗になった瞬間にさ、僕こういう経験あるっていう悲しいこういう経験あるなって言わないでって思った。涙なしでは聞けない ね、 いやね、そういうこともひっくるめて見てほしいですね。どうひっくるめてそうですね、天海さんの回は、スニーキーと、アームレスリング人生相談、クイズ正解は中身賞、爽快心、飲み屋でもし会えたら、はい、っていう内容になってます。なんか飲み屋でもし会えたらとかね、俺好きなんですよね、うん、いい話でしたね。あ、いい話まだかかんないけど、テレビでおなじみの天海さんがくだらないことやってくれるなんか撮影中から松尾さんと俺側と天海さんと近藤君側がこう相対する関わりになってて、ずっとそれで芝居が続いていくんだけど、俺と松尾さんはずっとドラマ見てるみたいな気分だった。あ、うん、向こう側がね、向こう側はドラマでこっち非ドラマみたいな、コントとドラマみたいな、ドラマ班と非ドラマ班の対決みたいな。天海さんとコンちゃんがその向こう側で刑事やってるってなりえない図式じゃないもんね。いや、あのね、スーツが本当に似合う、肩がカクッとしてるから、カクッとして細くてね、かっこいいですよね。いやいや、男前だったよね、現場での振る舞いも。かっこよかったですね、うん、飾らない、本当にあの冗談で飾らない人、うん、うん、巻いてこ巻いてこみたいな。めちゃくちゃ俺とかあのシーズン1から考えても一番お話ししたかもしれない、あ、うん、待ちの時間、あ、食べやすいか、ありがたかったですね、うん、人柄が全部出てます、うん、全てのネタに。
そうですね、そうですね、言われてみると雰囲気がそういうのは、あ、人柄が出てらっしゃるかも。うん、そうかもな。ありがとうございます。という4本が今回の第2弾ということになります。はい、はい、というわけで、やってきたこのナイトセッションなんですけども、はい、もう9時も超えたので、そろそろ終わりの時間になります。はい。はい。改めまして、3月13日、日曜午後11時、ワウワウでオンエアされます。さらに第1話、放送後には、ワウワウオンデマンドアプリで全話一挙配信されますので、ゆっくり何度でもご覧ください。まだワウワウに入ってない方は、この機会にぜひご加入をお願いします。そして、あと、大人計画チャンネル登録をお願いします。ありがとうございます。はい、というわけで、最後、一人ずつちょっと感想を伺えたらなと思うんですけども、では、伊勢さん、はい、どうですかね、全体として。あの、宣伝じゃないんですけど、これ、ワウワウに入らないと見れないんですもんね。ですよね。だからもう絶対入ってほしいっていうのは本当なんか宣伝臭くて嫌なんですけど、面白いから喋りたい誰かとね、これを見て、だから入ってほしいな。うん、本当にあの一部の富裕層の方々どうぞ。本当ですよ、うん、このサブスクリプションの時代に、ね、お金を払ってテレビを見る貴重な経験ですよね。次はね、お金を払って水を飲むっていうね、あったじゃないですか、ペットボトルの水を80年代の皆さん、水道水飲んでるじゃない、うん、ペットボトルで水飲むようになった次、こちらも言ってましたよね、お金を払って水を飲むって言ってましたそうか、サブスクは水道水なんだ。ペットボトル水お金を払ってテレビを見る。ああ、そういうことか。地上波が水道水そうか、地上波が水道水ね。はい、ありがとうございます。奥井さん、いかがですか。はい、いや、もうあのね、あのいろんな手を使ってみてほしいですね。どんな手を使ってでも合法でお願いします。合法で合法な限りの手段で、見ていただいて、あの俺ももう何回か見てるんですけど、家で。あの、見れば見るほどね、こんなことここでやってたのかとかいっぱい気づくことたくさんあって、もそのために笑ってるんで、あのシーズン1見た人はもちろん、シーズン2かなりスケールアップしているので、楽しみにしていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。そうです。一応、僕も感想というか、ということなんですけど、はい、とやっぱなんでしょうね、作ってて一番ワクワクする、なんかこう未知のものが立ち上がっていく瞬間みたいなのが現場にいて本当何回もあったんで、これはちょっと絶対に見てもらいたいなと思います、うん、し、なんでしょう、松尾さんの一個全部作るまでの意思決定を全部こう横で見れたっていうのが本当にしびれました。なるほど。また俺しびれたいんで、第3弾も荒れるようにいっぱい見てください、ね、あ、そうか、いっぱい見てもらうと第3弾も分かんないですちょっとルールは分かんないです。加入者が増えるか増えないか。なるほど、それは大きい問題ですね。ぜひぜひ、うん、第3弾もあればいいな、うん、ね、ここでいくらこういうこと言ってても、この YouTube 自体を数十人ぐらいしか見てない可能性もあるから。今ふっと気がついたけど。数十人。まあその数十人全員がね、ワグワグに加入していただいて。俺じゃだ、数十人じゃ足りなくない、わかんないですけど。はい、ありがとうございます。では最後、松尾さんお願いします。はい、まあ本当にここでね、いろいろ喋っていても見てもらわないことには
どうにもならない話で、いや本当に今をときめく人から昔からときめいてた人まで4人のね、あの集客率の期待できる方々ですよね。いくちゃんはバカにならないと思いますね。あのいい時期に辞めてくれたというか。初仕事みたいな感じで出るじゃないですか。わあ、わかんないですけど、いろんな仕事やってるとは思いますけど、私もそうですね、今年60人になるんですよ。ね、いいメイドの土産ができました。早い。本当にあのメイドの土産は2個でいいのかってね、3個ぐらい欲しいじゃないかみたいなことで、もう実はね、あの30分の10シリーズ3のねネタを書いてます。書いてます。あのこれ頼まれる前からこういうことやる男なんで。書いたんだけどもうあのスニーキーとかね、あのアナザーストーリーをね今考えてる。ブルーボーイがなぜ生まれたのかって。あ、そうそう、その辺はね、ブルーボーイフューチャーの。そうそれなんかあの本当にいいメイドの土産ができました。ありがとうございます。というわけでぜひとも見ていただきたいなと思います。何か言い残したことなどありますか？言い残したこと、はい、ないです。じゃあ終わります。ありがとうございます。というわけで、1時間ちょっとご覧いただきました。何でしたっけこの名前、ナイトセッション2、どうもありがとうございました。皆さんぜひお参りください。どうもありがとうございました。失礼します。